今俺はベトナムのフエの王宮にベトナム縦断の旅、最初はホーチミン、そしてホイアン、今はフエにいる。フエ観光といったらまさにこの王宮を見ることがほぼ9割方を占めていると言っていいほどの代表的な観光スポット。ベトナムでは最初の世界遺産にもなったところだ。実はこのグエン長宮は中国北京の紫禁城をモデルに作られた。それの4分の3くらいの大きさって感じかな。チケットを購入して中に入ると最初に出迎えてくれるのはたくさんの鯉と、そして鯉の餌をあさる白い鳩、あとナマズもいるのかな。かわいい。すげえな。けどなんかあんまベトナムに来たっていうよりは中国に来たっていう感じのが強いんだけど。雰囲気はすごいけどね。敷地が壮大でどこに行けばいいか分かんねえんだけど、まあ一番行きたいのはクーラーがあるところかな。今回の目的地はベトナム。ベトナムは目をつぶって道路を横断する国だ。手を挙げて待っていても車やバイクは決して止まってくれない。急に立ち止まったり駆け出したりせず一定の速度で渡る。そうすれば車やバイクは器用に歩行者を下げてくれる。この建物はかつて皇帝の即位式が行われていたところ。昔は女性も入ることが禁止されていた。この王宮は周囲 2.5km の城壁に囲まれた 3.6km の広大な敷地。ベトナム戦争によってこの王宮は大きく損壊を受けていたけども、今は修復が進んでいて多くの建築物が当時の姿を見せてくれる。これは修復中なのかな。ここが俺が笛に来た目的のところ。ここではユネスコの無形文化遺産に認定されている宮廷の雅楽を鑑賞することができる。演奏時間になっても全然開催される気配がない。ここでは観客の人数が5人集まらないと開催されないみたい。まあ、あとは王宮の入場料とは別に20万ドンかかる。横には
ベトナムの宮廷音楽で使われる楽器が飾ってある。これは沖縄でもよく見る三線かな。ベトナムの宮廷楽器はニャーニャックと呼ばれ、中国の宮廷音楽を源流としているため、日本の雅楽と姉妹関係と言われている。こういうアジアの楽器っていうのは西洋の楽器とはまた違っていて、まあ音色になんかノイズ成分が多いというか、こういうストーンチャイムとか、ストーンチャイムだった、その普通の純音の音っていうよりはちょっと濁った音っていうのが多い気がするけど、まあ多分その濁った音っていうか、まあ、その雑音みたいなのが、まあ日本で言えば美徳とされているところでもあるから。おおおおおって書いてある。おおおおって書いてある。まあ例えば虫の音を日本人がいいなと思えれば、まあ、西洋の人はうるせえなって思うだけみたいな、まあなんかその美徳の違いさっていうのが楽器にも現れているっていう。これはホルン、バッファローホルン、角、線形の角が出てきたホルン。またゴエモンになるんだね。なんとなく笛に来た理由としては、まあ、ベトナムの音楽を聴いてみたいなと思っていて、でいろいろ聴いてみると笛の宮廷音楽っていうのが、まあ、ぜひ行ってみたらいいよっていうことだったので来てみたので、まあ、今回は聴けなかったけど、まあ、明日ちょっとトライしてみて。続いては博物館かな。まあ、あと感じたのはこういう歴史系の観光を楽しむにはまだまだ俺の年齢が成熟してないっていうのがあるんだよな。もうちょっと年齢いかないと楽しめないような気がする。まあ来たなっていう記念にはなるけど。暑いし疲れたし迷ったし帰りて。どこにいたのかね。日本庭園っぽい。この花なんだっけ、作り物みたいな。あそこに見えるのが多分北門だったんだよな。北とかな。VR 体験とかできた。まあ、でもあのホーチミンの遊園地のパターンみたいなのもあるからな。出口付近に行くとベトナムの、まあ、伝統文化を体験できるみたいなのが。ベトナム人がよくつけてるこれはノンラーと呼ばれる。特に笛のノンラーは品質が良いことで知られ、まあ、こういった模様だったりっていうその美しいノンラーを作る技術を持つ職人が多いのが笛。
このラピュタの飛行石的なのはこれも何か特産物なのかな。わからん。王宮の出口を出てすぐ隣のハイランドコーヒーに入る。ハイランドコーヒーってベトナムだけで有名なのかな。地味に初めてのベトナムアイスコーヒー。続いてやってきたのはティンエンムー寺。前になんかこれはあれだね、あの歴史で出てた、あの自分の体にあのガソリン撒いて焼身自殺したあのお坊さんがいた場所だね。多分教科書で誰もが見たことある写真なんではないかと思われるけど、1963年に、まあ、仏教徒に対する高圧的な政策に、まあ、抗議するためにアメリカ大使館の前で自らガソリンをかぶって焼身自殺したベトナムの僧侶のところ。多分その映像がそのカメラを通じて世界中に放映されて、まあ、国際的な世論に大きな影響を与えることになった、まあ英雄と言っていいのか、なんというのか、まあ、ベトナム人としてはどう捉えられているのかわからないけれど。Can you take me a picture? Go đi ra chính giữa chút nè. Đi lại. 僧侶の新入生みたいな感じだったのか。Tiến tới chút nè. Tiến tới chút nè.Rồi, rồi, vậy đó. Ok, just like that.俺が思ってる僧侶よりもなんかすげえ活動が盛んなんだけど。あとこれホーチミンでも見たけど、これ人気なのかな。今日はもうちょっと体がヘトヘトだ。フエはホーチミンと違ってなんていうか、下町っぽいというか、そんな町の至る所にブランドのお店があったりとかデパートがあったりとか、なんかそういうところではなくて、もっと割と静かな
地方都市っていう感じ。王宮がライトアップしてある。なんかもうちょっとノスタルジックなのを想像していたけど、まあ東京タワーとか、まあそういうことなんだろうな。笛の市場に到着。次回、フエのベトナム料理、そして宮廷料理を食べる。カモン。